けど、野原さんの歌いかがでしたか？すごく素敵でしたよね。すごい気持ちよさそうに歌ってましたけれども、なかなかね、野原さんの歌ってる姿も見れないですから。はい、それではね、もう一度ご登場いただきましょう。千代田ラフィオンズ2024の皆さんです。拍手でお迎えください。どうもありがとうございました。今日はですね、チアドラゴンズ2024の皆さんと一緒にステージを盛り上げてくれるゲストの方にもご登場いただきたいと思います。ビオティンピエチアの皆さんです。拍手でお迎えください。さあ、大人数でね、モリモリなステージですけれども、皆さん2回目ですね。もっと前の方へどうぞ。皆さんに赤身エリアに前の声どうぞ。あ、みんな控えめ。新メンバーとかね、新メンバーみたいに、さっきすんごい気持ちよさそうに歌ってたのに、新メンバーに堂々と歌ってた ね、本当に。はい、今日はですね、チアドラゴンズ2024の皆さんとビアティミエチアの皆さんと野原さんとステージをね、盛り上げていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。もうちょっと前出ましょうか。ね、もうちょっと前の入りきりますか。で、ペコポコしますか。ペコポコして、じゃあ2人ずつ音が見えるようにね。はい、はい、それではですね、チアドラゴンズ2024の皆さんから自己紹介お願いしたいと思います。はい、それでは、新メンバーの方がちょっと規制をね、してくださってます。整理をね、してくださってますが、ありがとうございます。じゃあ続いては
ミエの、紹介をしていただきたいと思います。はい、ティアティミエは高校型スポーツクラブで三重県初の J リーグ参入を目指すサッカーと B リーグで活動するバスケットボールと B リーグで活動するバレーボールがあります。当委員長でサッカーはホームゲームが開催していて平均入場者数が2000人を目指していますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。はい、ありがとうございます。ビューティーメイチアの皆さんは普段どのような活動をされていますか？ありがとうございます。ではチアドラゴンズの皆さんは、暑い夏、ビアティミエチアの皆さんもそうですけど、暑い夏を乗り切るために何か心がけてることありますか？心がけてることですか？あんまり考えたことなかったんですけど、暑くても大丈夫。いや、ね、そうでも完璧なわけでもないんですけど、今さっきメンバーに聞いてきました、はい、みんなハンディファンを常に自分の控室のお席に1台ずつ置いて、はい、あーって風を浴びながらリンク直しとか、はい、あー、なるほど、髪型とか直して常にこの形を保っています。ドアさんからオリンピックを見過ぎないっていうアドバイスもありますけど。オリンピック、ね、寝不足になっちゃうからね、あんまり見過ぎると大事ですよね。はい、睡眠不足にならないようにハンディファンでね、夏をしのぎながら乗り切っているということで、はい、ビューティーミエチアの皆さんは暑い夏を乗り切るために何かされていることありますか？はい、私もチアドラゴンズの皆さんと同じでハンディファンを使っています。チアの皆さんはみんな持ってるんですね。まだまだお話伺っていきたいんですが、ちょっとね、モリモリなので、チアドラゴンズの皆さんにはちょっと後半戦の意気込み、ドラゴンズ後半戦に入っていきましたので、後半戦の意気込みお聞きしたいと思います。はい、ドラゴンズ今ですね、後半戦、昨日は惜しくも負けてしまったんですが、先日の、ね、本拠地3連戦は3連勝と、ドラゴンズの選手の皆さんも暑い中本当に全力プレーで頑張ってくださっていますので、私たちも一緒に選手の皆さんに負けないくらい熱い応援を頑張っていきたいと思いますので、引き続き私たちと共に選手の皆さんにたくさんのエールをよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。そしてですね、この後ビアティミエチアの皆さんにはダンスパフォーマンスを行っていただきますが、見どころ、意気込み教えてください。はい、パフォーマンスは3曲連続でさせていただきます。メンバーが入れ替わりごとの予定があるので、そこに注目して見ていただきたいです。はい、皆さんね、ぜひ楽しみにお待ちください。早速ね、ダンスパフォーマンス見せていただきたいところなんですが、せっかくたくさんの方にお集まりいただきましたので、皆さんとちょっとジェスチャーゲームで遊びたいと思います。ジェスチャーゲーム